皆さんこんにちは、リトルホワイトのアキです。さあ本日私やってまいりましたのはこちらアポロ永田店さんです。アポロ永田店様は、まずスロットコーナー応援スロットが120台、そして20円スロットが346台、さあ合わせまして総台数466台のとっても大きなスロット専門店となっております。そしてですね、今日は、初開催の SIC ということで、ね、おめでたいですね。さあ皆さんにも楽しんでいただきたいなと思います。さあそして説明しよう。 SIC とは、私たちリトルホワイトがスロット専門店様で、いろんなことを比較調査していきたいと思います。さあ楽しみにしててくださいね。そして、今日は私ピエロ、秋ピエロで来たということで、まずはジャグラシリーズを比較していきたいと思います。今日はですねジャグラシリーズで、1000円での回転数、こちらチェックしていきたいと思います。さらには、ビッグ1回分やっぱりね、後方ランプも光らせたいなと思いますので、ビッグボーナス1回分も交換目指して、頑張っていきたいと思います。さあ今日は、比較調査ということで、アポロお経塚店様になおなおなおピエロが来ているということなので、そちらもぜひご覧ください。お経塚店のなおなお。はい、なおなおです。私なおなおがやってきたのがスロット専門店アポロお経塚店さんです。こちら全部で256台設置の、その中で、2ボックスが5円スロットコーナーとなっております。はい、アポロお経塚店さんで私は比較していきたいと思います。それでは SIC スタート。みんな行くぞ。 SIC。 さあこちら最新台のコーナーやってきました。まずはこちら満席状態でパチスロベルストリップコーナー、ナザラ2000国コレクション2コーナー、そして懐かしの花火コーナーもあります。ぜひチェックしに来てください。さあこちらアナザーゴッドハーネスコーナーやってまいりました。絶好調なお客様だらけのコーナーですよ。新作もとっても楽しみですね。ぜひぜひこちらも一撃狙いにもとってもいいかと思いますので、頑張ってください。さあこちらはスーパービンゴネオのコーナーへやってまいりました。アポロ永田店様は、ビンゴネオ10台導入されております。いつもねとっても大人気なコーナーなので、ぜひ皆様も、ぜひ行ってみてください。あたいがふーということで、こちらオキドキコーナーです。でオキスロの中でもこちらもとっても大人気なコーナーですよ。こんな感じで賑わってます。皆さんもかなちゃんランプレントを目指して頑張ってください。花火のコーナーにやってまいりました。早速ビッグボーナスゲットしてます。こちら花火3台導入されました。はい、そしてこちらも新台のベルセルクコーナーにやってまいりました。お、なんと見てください、 ALT ゲットしてます。しかも1箱ゲットで、ベルセルクはこちら3台導入されております。おめでとうございます。あとは、はい、それではそしてオキスロコーナーにやってまいりました。お、花連中頑張ってください、1箱ゲット。どうですか皆さん、ペカペカハイビスカスをね、ピカ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 、あ、発見ビッグボーナス中です。すごい、本日2回目のビッグボーナスということで、オキスロコーナーも盛り上がっております。こっちにも、はい、オキドキコーナーやってまいりました。お、早速ビッグボーナスのお客様、おめでとうございます。オキドキドキドキ、お、ドキドキしてますよ。こちらもすごいすごい、今レギュラーボーナス中でオキドキドキドキしてます。1、2、3箱もゲットしてます。いや、さすがオキドキドキドキしますね。おめでとうございます。いたしました。今日はジャグラーシリーズコーナーの、まずは1000円で何回転回るかどうかの比較ということで、もうメダル投入してあります。そして今日選びましたのはこちら、はい、
ただいま、本日ビッグボーナス5回のレギュラーボーナス3回引いております。そのガサも合成もいい感じです。それでは132回転から回していきたいと思います。はい、準備が整いました。それでは私今日実践させていただくのがニューアイムジャグラー、こちらのお題で、ででん、ゲーム数が今のところ259ゲームで、ここからちょっと回していきたいと思います。まずは1000円の分を回していきます。ゆっくりいきますね。はい、スタートいきます。1回目、お、当たってますね。2回目、これ回すことができました。さっきね132回転から回したので、27回転することができました。なんと38回転も回りました。すごいですね、びっくり。いい子いい子。アポロ教科展は38回回りました。さあ、それでは、お次はピック1回目指して、さあこちらの比較をしていきたいと思います。さあ今日もねじってねじって頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。めっちゃ変な声出た。はい、来ました。ということで、なんでじゃないですけど来ましたね。よっしゃ、すぐ引きましたね。それでは早速、これがねビッグじゃないと今日の比較調査は意味がないので、あー、バケっぽい。
化けじゃないこれ。ほら、はい、残念。引き続き回していきます。あ、来た、来ましたよ。ウィウィウィ、はい、せーの。聞こえましたかね。はい、頑張ろう。次こそビッグボーナス目指して。おお、来たんじゃないですか。いきまーす。はい、あー、やりました、ビッグボーナスゲット。何回転だろう。はい、交換していただきました。こちらハイジャン見えますかね。325枚ゲット。はい、次は、ビッグボーナスの比較調査いきたいと思います。まずはね、ビッグボーナスを当ててみましょう。それいきたいと思います。来たー。はい、トランプ手がありました。それではビッグボーナスのために、ビッグボーナス、どうにかビッグボーナスとゲットしたいと思います。お願い、本当にビッグボーナスがいい。お願い。もう一回ビッグボーナスじゃないとね、嫌なんですよ。レギュラーだ。ビッグボーナスをね、ゲットしたいと思います。レギュラーじゃなくてビッグボーナスで。レギュラーだった。で、勝った。へかってた。へかってた、今。チラッてやってみたら、ペカってたよ。レギュラー、そんなバナナ。へかー、光ったよー。光りました。来ました、やっとビッグ来ました。比較調査、どっちが SIC。 325枚ゲットいたしました。実践終了しました。いや、調査終了しました。私、アポロ京塚店さんで調査終了したんですけれども、今日はジャグラー、なんと私ね、ジャグラーでワンビッグゲットしたんですけども、38回転も1000円で回るという驚異の回転数を見せたんですけれども、まあ、結果としましてはビッグ1回で特別景品赤1枚、オレンジ1枚、緑2枚とお菓子をゲットすることができました。よかったです。そして最後になりますが、お知らせをしていきたいと思います。アポロ京塚店さん、3月11日にアポロ京塚店さんとアポロ布市店さんでベルネット同時来店となっております。そして3月14日ホワイトデーは、私たちリトルホワイトが心を込めて応援来店させていただきます。皆さんぜひお越しくださいませ。お待ちしてます。はい、ということでアポロ京塚店のなおなお調査終了でございます。アポロ長田店のあきちゃんはどうだったですか。はい、長田店のあきです。さあ、それでは、私あきの結果も発表していきたいと思います。今日は、ニューアイムジャグラーピエロ、はい、で調査しました。結果、交換していただきました。赤が1枚、黄色が1枚、緑が、はい、4枚、プラス大好きなコアラのマッチゲットしちゃいました。
ね、お楽しみいただけましたでしょうか。今回初めての企画ということで、今日も私も楽しむことができました。そしてね、こちらアポロ長田店様でございますが、今月3月9日そして3月10日なんと2日連続リトルホワイト応援来店ということになっておりますので、ぜひ、お足をお運びいただきたいなと思います。さらにその2日間屋台も来店予定ということで、あの大人気のジャグラー唐揚げ、そしてジャグラーカーリー、特にねジャグラーカーリーの方は新商品なので、皆さんぜひ楽しみに待っていてください。さらにやはり今月といえば、あの来たる14日ホワイトデー、ホワイトデーもリトルホワイトに会えちゃいますよということで、その日はクッキーのプレゼントなんかもあるみたいですので、皆さんのご来店ぜひお待ちしております。さあ今日は、アポロお京塚店様、そしてアポロ永田店様での比較調査、お楽しみいただけましたでしょうか。さあ今回もなおとのと私秋がお届けしました。さあ口会もぜひお楽しみにお待ちください。ジュースも買うことできないけど、よく見たら